さんこんばんは。子ども地球サミット2012広報番組始まりました。あ、みんなこんばんは。こんばんは。実は2012っていうのは今日で終わりだってしてた。あ、そうだ。次本番なんで会場から流れて、はい、そっか。で、次は報告なんだよ。内部報告。そうだよ。2012ね、ありがとうございました。あずとな、ほのか、ほのかじゃない、あずと。こいつは間違ったらあかんやん。ディナとあずと、あした秋ってやってくるの、ほのかさん。はい、はい、はい。何言う、間違ってない風に仕上げるの、見てください。呼びすぎやん。もう私の名前すぐ間違える、伊藤さんって。ディナとリサと。そう、リサと間違える、マヤとも間違えるし。マヤな。だ間違えてる全員、細いやつばっかり。な。え、間違え。細いやつ間違えてるけど。うん、今日間違えた。ボスがいたから。なんでや。アズタンと間違われる。ええ。伊藤さんさっきアズ、私のことアズって言った。点点がついてるかついてないかよ。アズとアズだもんな。うん、まあまあまあ数学で言ったらまあ同じグループにはいると思う。え、まあね。要は歩いたらデンデンと。なんで。ダコまで言ったら。おはようって言ったら歩いてくるときにデン。え、そんなことないよ。てか、安住太くないし。いや、太いっす。太いっす。いや、私の後ろに隠れられるから。隠れない。で、はい、安住です。だって自己紹介忘れてたからな。あ、はい、リナです。よろしくお願いします。すいません。今、プロデューサーは今日出張、昨日から出張でこっち向かってます。はい、終わるまで。お疲れ様です。はい。はーい。はい。よいしょ。よいしょ。じゃあ、あ、整理券それ。じゃん。はい、整理かわいいでしょ。結局俺さ、いっぱい作ってさ、全部ダメ出し食らってさ、ちゃんから。え、なんで？ダメ、裏。もう結局印刷かけるんで。はい。この字がかわいい整理券って、この。Thank you。見せて。本当だ。よくそんな字がある。うん、あるある。本当であるの。うん、知ってる。マックはね、そういうのやっぱりデザイン系のやつすごくいっぱいあってね。へえ。そう、皆さん来週ですよ。ミュージカルは、ミュージカルじゃない、ごめんなさい、ソングスコンサートです。さあ、今日はね、で今日は終わった後10時からエコブルーム、さっちゃんもあって全員でスタジオでリハーサルの。はい、10時からですか。そうなんだ。伊藤さん痛風なのに。最悪だ、もう体調めっちゃ悪いのに行かなきゃいけない。だって伊藤さんね、うん、飲みすぎた。そう、飲みすぎて痛風に。この間ね、一昨日か、舞台監督、お前ら行った時じゃん、舞台監督と照明来た時。あの時めっちゃ暑かった。そう、暑いからビール飲んじゃったんだよ。そう、あ、ね、あの時結局アイス食べませんでした。そう、アイス食べれなかった。本当残念だ。私食べた。あの後だってディナーは出てたんだよね。まあね、家でな。え、でもね、うちね、家帰ってからね、2本買ったアイスで2本食べた。だからでかくない、ね、私今日3つ食べたアイス。ダメでしょそれ。あ、そうそうそう、学校と家とあずみんちが買ってくれた。でもね、一番やさやばいのボスだよ。本当だよ、2時間おきにアイスを食べた。そんなことを報告する番組ではないだろう。今の、え、ってまさか自分の。え、毎回買ったの。毎回サービスエリアで続けてだよ。しかも2時間ごとに。いやいやいや、2時間ごとにアイスを。違う違う、サービスエリアによるんだけどね。あ、やべ、それでサービスエリアについて買って。2つだよ、俺食ったの。2つ同じような。え、じゃあ絶対3つ、絶対3つ、絶対3つ、絶対3つ。あ、じゃあ3つだ。3つだが、それを報告する番組ではない番組よ、これは。それはそれ。いや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 、あとあのすごいね、隅田町でもめっちゃくちゃ食ってたな。そう、あとレイナ。レイナもなんか残飯処理係としてね、アスミとレイナには。そうそう。え、なんで残飯処理係だったら覚えないで。お、え、ちょっと待って。え、私あれじゃん、自分のだけ食べたよ。え、でもソアたちも食べたでしょ。そう、ソアのだけ食べた。私それでも結構量があったし、2つだよ、だって2人分食べた。レイナがでもね、すごかったよ。2人分食べてないです。なんで。あ、そっかそっかそっか。私さ、おかずしか食べてないもん。じゃあレイナすごくない。でもだって私ほとんど残して全部レイナにあげたもん。
あと残飯処理班、そう、うちのお父さん、そうだってうちなんかたい焼きを買ったんだけど、なんかたい焼き、せっかくね買ってもらったの食べなかったけど、じゃああれがなんか結構お腹いっぱいになってきたしだけど封を開けて、まあちょっとあれだなと思ってほのかのお父さんにあげたんですよ。ほとんどあげてたほのかのお父さん。まあみんなそんな感じで。ここ Wi-Fi だぜ。こんばんは。私入れないここに。なんで？なんで？いやそれ。入るじゃん。そもそもやり方間違えてるじゃん。じゃあ自分のツイッター開くじゃん。知ってる知ってる知ってる、やるんだよ。開くじゃん。で自分のさ ID とか入れるじゃん。いけない。いけない。もうやだってなる。もうやだ、もうやだ。パスワードとか間違ってんじゃない？自分で間違ってたらダメだよね。いや間違って間違って。えでもパスワード。お、お、しめさんたち？あじゃなくて、あ、ほのかがロストか。私のマミ。さがちゃんとしめ。はい、でですね、今日はなんと、あ、C&C and C さん、C and C さん、C and C さん来ました。こんばんは。こんばんは。あ、今日来てくださってる方を紹介してませんでした、ごめんなさい。あ、そうですね。金バスさんこんばんは。こんばんは。ジャカさんこんばんは。こんばんは。特にアーカイブ大丈夫です。大丈夫です。久米田さんこんばんは。こんばんは。中途半端なさあちゃんとすみさん。ですね、ちゃんとやってから、ね、いいよいいよ。はい、そんな感じですね。まだ、はい、今日は KES さんがつぶやいてないのね、まだ。はい、ちゃんとでもつぶやいてなくて結構みんな。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ほのかとあすみ帰る、帰る、あすみも帰る、あすみも分かんない。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、でですね、今日はなんとうぱ散歩が199回目なんです。そうで、記念をして、記念、記念して大芝高原の記念、記念というか200回はやっぱり今度の大芝 の, あのサミットの最中に散歩したものを。あ、いいんですね。 いいよね。で今回は大芝高原に植樹してるじゃん。2009年のな、子ども地区サミットあったの、桜が5年かね、どう育ったかっていうのを清水さんがおお言ってくれてます。はい、楽しみだ。ごめん、リバーブかかったもんです。すいません。はい、あずみちゃんこんばんは。R を間違えないように。間違えた。ちょっと待って。あ、これですね。これですね。ちょっと待って待って待って。R、R、この方。ぜひ画面の前で皆さんも。V、D、R です。こうか。こうか。こうか。こうだな。はい。さあ、いよいよだね。T。スタートです。ティリーン。はい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 。伊藤さんと玉木さん、あ、間に合いますかね。な、間に合ってほしいですね。あ、金バスさんが、うん、お、久々にちゃんと見られた、うん、さらに大きくなった二人とも、かも二人とも、はい、大きくなったっていうのは私はこっちですね。私もこっちですね。いや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 、リナはこう。いや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 、リナが言うと嫌みよね。ねえ、なんでそうなの。アズミでも痩せたと思うべ、実は。ぶっちゃけたら。てか、アズミ小学校の頃と全然違うよ。いやいやいや、コロッコだよな。小学校時だよ。小学校コロコロだった。なんかね、顔がちっちゃくなった。なんだっけ。顔はね、なんかね、こいつこうやって虫かごみたいななんかやって寝てる。虫かご？え？カブトムシと一緒にこうやってこうやって寝てない。あ、嘘か、本当かと思ってた。それ怖い。OK、じゃあ、はい、ちょっと暑くて頭ボンボンだけど、いきますか。はい、はい、はい。大芝高原の子ども地球サミットが毎年、終わった後に植樹してるんだけど、その一番初年度に、2009年に植樹したやつがどうなってるか見ましょう。はい、はい、楽しみですね、これ、はい、皆さん必見です。そうだね。はい、瞬きをせずに見てください。はいはい。VTR スタート。皆さんこんにちは。今日は信州大芝高原に来ています。とってもいい天気です。そして
見てください、長く続く飛行機雲、夏ですね。そして響き渡るセミの声。今日はこの南箕輪村から、2009年度に植えた子ども地球サミットの、桜の木がどのようになっているかを、お届けしたく、今日はこちらに来ました。2200回目のリクエストとして、上がったところなんですが、もう子ども地球サミット近づいてますので、こちらの方を紹介したいと思います。はい、こちら桜の木です。ちっちゃかった桜の木がなんとこの、私の背丈150センチなんですが、そちらの方を少し超えています。元気に育ってますね。そして、この木を、結構違うところにも植えてみたんです。はい、そこから、少し開けたところに入ってきました。こちらも子ども地球サミットで植えた、桜の木です。看板もちゃんと立ってますね。こちらは私の背丈よりもはるか、超えて伸びていますね。成長してます。元気に青い葉っぱを、茂らせています。そして、さらにさらにここら辺一帯、子ども地球サミットで植えた、桜の木ありますので、ぜひ見てください。あちらの方にもあります。はい、こちらも、子ども地球サミット2009で植えた、植樹で植えた、桜の木です。こちらも大きくなってます。すくすくと成長してます。そしてこの近辺では、水の広場といって、水が流れるとても、景色のいいところに桜の木を植えられています。今年の子ども地球サミットもこちらの大芝高原内のフォレスト大芝で、宿泊し、2泊3日子どもたちが集い、そして友達になる場として、子ども地球サミットを開催されます。今年は8月の3日から5日まで、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。この壮大な景色の中、自然散策をしながら、そして、地元のお百姓さんが、提供してくださる野菜畑で野菜の収穫も行います。今日はとても天気がいいので、虫たちも元気に鳴り響いてます。はい、こちらも、2009年度に植えた桜の木、全部で6本を植えました。この大芝高原に来た際は、この子ども地球サミット2009の看板を、探しながら桜の木を見てください。大きくなってます。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。また来週は、子ども地球サミット開催となります。このウパ散歩でお会いできるのは再来週ということになりますね。それでは皆さん、また再来週。アズリナーバイビー。あ、大丈夫。アズリナーバイビーすいません。はい、2009年度に植樹した木たちでした。もう大きくなってるよね、はい、やっぱ5年って。すごかったですね。長いですね。5年ってことはディナとか4年生。そうかな。前が5年生だったから。そうですね。4年生でいいか。4年生だぜ、よく考えた。私4年生の時に出たもんね、初めて。うん。でもほのかなんかそれで受験だもんね。不思議だね。その間に震災起こるまで、ね、いろんなことあるよね、やっぱりね。はい、今日はね、舞台図面も出来上がってきてます。まずの前に、
はい、はい、セット図、あと T 安江さんは来ました。 T 安江さん、あ、安江さんこんばんは。今ね、カザフスタンの人たちといろいろやりとり始まってるのね。で、安江ちゃんがいろいろつないでくれたり助かってるの、はい、おー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ドラムがあともうちょっとバーンとこっち前に、そうそう、はい、まあこんな感じで、下手にピアノと、シンセサイザーと今回セミコンでいく、はい、フルはねちょっとあまりにもちょっと出演者多いんで、でほのかと田島さんとは同じ位置や、であずとかはその前で、はい、特攻も今回はちょっとすごいね、いろいろわけやず、はい、演出も、機材も凝っております。はい、横井ちゃんが照明はね、やっぱりあのディナーのところのホタルの気持ちなんかがやっぱり難しいんだよ、やっぱり慣れてる人じゃないと、あと照明がないのね、あの、うん、葉っぱを当てるやつとか、あとファンベーンって回す、ベーンあれば東京から持ってくるんだけどやっぱり照明は3人、別から来やす、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあごめん、まあ、あと1週間なんで、今週の広報番組は多分もうこれは再放送しないな、多分もう明日からっていう前夜祭みたいな感じの放送なのかな。そうですね、はい、はい、清水 P よかった、あれ清水来てる？来てないです。また来週、ああ、今ねこちらに向かって帰ってきてる途中でございます。ございやす、ございやす。よし、じゃあ今日昨日に完成した綾野、まあ本番でボーダレスが終わった後、こんなイメージ。ディナーは初めてかな。はい、そうですね。ボーダレスが終わった後さ、ちょっとディナーやってみてよ。あのボーダレスピーポーで、で、まあ、あずここ呼んで、アンジが、マヤが、子供地球スタメタのファイナルステージソングコンサートへようこそ、今日はみんな最高に盛り上げましょうっていうところです。その前、あずどこ、あ、マヤのとこ、子供地球サミットのファイナルです。子供地球サミットのファイナルステージソングスコンサートへようこそ。で、バラバラ、今日はみんなで最高に盛り上げましょう、イエーイ、イエーイ、イエーイ。で、拍手もらってる中で急にポッと入って、で、みんなキョロキョロしてるわけ。で、ディナとかは客席中。で、パトランプが鳴ってる。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。津波警報答えてよ。地球
しい何津波バージョンができたね。でこれで去年の被災の映像がダーンとリアルでしょ。これはね、使用許可をもらって被災した人たちが撮った映像で、こういう趣旨でやりますということで、本当の声、です、はい、逃げろ逃げろと、うん、逃げろっていうのも、うん、映像をね、もらえたのでそのままだから本当のやつだから、やっぱりね、なるべくリアルに受け止めて、そこから本当にさ、お茶だけじゃなくてどんな未来があるかってことをな、俺自分たちにね、分かったこと。あ、すいません、沢さん。お、もしもし。ね、すごいリアルだよね。私も一番最初に聞いた時も、あの本当に地震が起きたんだ。私さっき向こうで勉強してたんですよ。でそれでこっち でみんなが練習してて、そのさっきの音が流れたので、すっごいびっくりして、なになになにって一人でびっくりしてました。ちょっと今出る、今出る、ちょっと3分つないで、今資料を渡さなきゃ、はい、3分つなぎましょう、はい、3分。でもこれはどうしたの地球さんは、綾乃ちゃんと真由美ちゃんが歌う曲ですよ ね、 すね、最後の最後がちょっと昨日変えたって言ってました。はい、私たちの大切な友達どころに行ってしまったの、私たちはとても辛いのよ、答えてよ地球さん、とここが変わっています。はい、すごいですね。ヒトさんは電話に出てますが大丈夫ですかね。はい、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。多分クメダさんが出てくれると思います。はい、クメダさんいるじゃん今。C&C さんが、リナさんまたお団子作ればいいよっつって。はーい、撮っちゃいましたね、さっき。さっきお団子作ってた。うん、ここってしてた。あ、撮っちゃいましたね、ちょっとバサバサしてるなと思って。はい、もうすぐですよ、ほんと4日5日で。はい、すごい、なんか自分ではもうなんか実感があんまり湧かないですね、いつもそうなの。そう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 、で本番になって焦り出すんだよね。そう、すごい緊張しだして。はい、ぜひ皆さん見に来てください。お願いしますよ、今年整理券をゲットして、はい、ゲットしてぜひ入ってください、はい、待ってますんでね。待ってますよ。はい、ぜひね、席が満開になること、満席、満席、満席になることなりますよね。はい、サマさんとかプロデューサーも間に合います、はい、あ、番組には間に合わないけど、リナとアズには顔を見てから帰る、はい、いる間には帰ってくる。はい、はい、なんか扇風機こっち向けてもいいよ。暑い、暑い、クメダじゃかわいそうに。うわ、めっちゃ来る風が。これ涼しいよね、こうやると、はい、めっちゃ暑い、汗が。東北のあの寒さは信じられなかったな。うん、え、寒かったの。異常だった、寒かった、めっちゃ寒かったんで、うちとほのかとか半袖だったから、はい、めっちゃ鳥肌立って。皆さんまたお団子作ればいいよ。はい、作りました。じゃあまずは今日あと確認したいのは、まずじゃあリナのところ、リナのね、はい、前奏の前の部分一緒に含めて言ってもらおうかな。じゃあこっちに書いてきましたよ。さすが。で今日にバンドのスタジオで録音したものを明日にデータで、はい、あげる。あ、了解です。でそのままフルメンバーですよ、ね。はい、あ、あ、どうしました。でしょ、捨て物しましたね。はい、すいません、お捨て物してしまいました。何を捨てた。その録音機を持ってきてという。あ、だってスタジオでちゃんと録音してくるから。あ、違います違います。まあそんなわけです。はい、はい、前奏、まずはプレシャスワンが終わってから、ディナのこの蛍の気持ちの中で、まあ、今回は花を植える、はい、パフォーマンス恒例ですよ。あ、毎年の恒例だ、はい、であれです、マヤのところ、紙吹きよ、マヤのところ安住に行ってもらう。あ、いいよ。あ、じゃあ、はい、で最後のアドリブで、アドリブ、はい、ここは本当はじゃあマヤとちゃんと相談しておきます。はい、あ、こっちにあるから大丈夫。これと同じだよね。うん、それ俺読めねえ。
よいしょ。ここかな。あ、あ、見えないわ。はい、行きます。じゃあ、はい、塗っちゃって。じゃあ、プレシャスワンが、オアプレシャスワン終わりました、はい。さあ、子ども地球サミット恒例の花嫁の時間がやってきました。入場の際にお配りした一輪の花をステージ前の花壇に植えてきてくださいね。それでは聞いてください。蛍の気持ち。もうちょっと早くしてごめん。ずっとあなたを信じていたよ。ずっとあなたを待ち続けていたよ。なぜならこの日が来ることを知っていたから、あなたと出会える奇跡の時いっぱいの被災地。しかしこのように一人一人の自立という力が合わされば必ず復興する。たくさんの花も咲く。私たちもずっとずっと支援し続けます。会場の皆さんも一緒に支援してくれますよね。どうですか？それではえいえいおーって掛け声をお願いします。では一度練習します。いいですか？えいえいおーえいえいおー。あれ、全然声聞こえませんよ。こんなんじゃダメですよ。本当です。もっともっとみんな行きますよ。皆さん一緒にタイムラインで一緒に、はい、せーの、えいえいおーえいえいおー。その調子です。それでは本番行きますよ。せーの、えいえいおー。ワン、ツー、スリー、フォー。サックス。オンサックス。オンサックス。林美和。拍手よろしく。
今の AAO で紙吹雪がダーッといっております。はい、まあ、また掃除が大変になっちゃう、ね、私なんか寒くなってきたんですけど、皆さん暑いですか？暑いです。それあと扇風機消すだけで扇風機が寒くて吹いてる。うちめっちゃ暑い。あ、いいよいいよいいよ、つけてでいいよ。私靴下を飲ます。ダメダメ、大丈夫大丈夫大丈夫、ほんとダメ。風邪ひいちゃうもん、汗かいちゃうよ。明日風邪ひいたらシャレにならんもん。そっか、大丈夫大丈夫。そうそうや、私は風邪はひかない。いや、リナはバカじゃないから風邪をひく。何だそれ。え、バカは風邪をひかない。え、バカは風邪ひかないんじゃないの。あ、そうか。あ、そう。そうそう。次は、あ、バカだから風邪ひくし。じゃあ確認するのは、いや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 、はい、アズの一曲と最後、アスタキペットダンスバージョン。安住の新曲、うん、好きです。あ、みんな、なんか私ずっと耳に流れてる。みんな言ってるそれ。高田ちゃんも仕事しながらずっとあれが。そうそうそう、なんか福田さん最初の音合わせないとちょっとそう。まだ歌い込んでないもんな。そう、リナはこれ覚えてやってくれよ。はい。で、じゃあなんかかっこいい振り付けとかリナちょっと考えてくれよ。振り付け？お願いします。振り付け？振り付け？リナならできるぜ。ほんと、リナならできる。いやいやいや、ちょっと繋いでてね。アズのアズの。はい。これはまあ一応、一応じゃないんですけど、震災を元に作った詩なんですよ。タイトル。はい。ノンタイトルっていうやつなんですけど、このタイトルがないっていう意味じゃなくて、やっぱり被災地行ってきて、まあ何にもなかったわけなんですよ。だからあのノンタイトルっていう意味で、まあ。はい、聞いてください。だって何もないって意味でしょ。うん、あの、え、まあ、違う、何もないから。それな、それなっせん、なっせん。あ、そっか、間違え、ちょっと今それよりタイトルをつけなかった理由は、あれだよ、あず、いろんなものを見てきてまだ自分なりに答えが出てない。そう、そう、いろんな意味で すごく難しい問題だよね。ただやっぱり見続けていくってことしか今何も言えない。はい、だからまだ今私もいつかこれがなタイトルポンと決まるようなことをやっていきたい。はい、いいですか。はい。ちょっと待って、最初、私は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 、誰か。私は笑っただよ、最初泣いたじゃないの。笑ってたくんだ。私は笑った、うーん、なぜだ、うーん、私は、私は高い方でやったっけ。泣いた、笑った、笑った、私は低い方でやってたよ。お前低くでやってたよ、うん、そこは。俺はそこじゃ出ないもん。これお前のカップ気に合わせて、え、低い方でやると、うん、私は、私は、私は笑った、なぜだろうが、あなたも笑っていた、私は泣いた、なぜだろう、なぜだろうが、
ぜだろう、あなたも泣いていた。あの日からあなたは手の届かぬところへと、それでも泣かない私は泣かない。私やっぱ覚える、これ頑張って覚える。振り付けやっとく、振りも一緒にフリフリかっこいい、フリ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 はい、まだね歌いこなしてないでちょっとかわいそうです。じゃあね、もう後番組これで最後、はい、ラストは、ね、やっぱり明日聞いてやってくるのほのか、ほのかのところからエンディングまで、はい、でダンスのとこはこのイメージだけ、今ダンスタイムって言ってるところのイメージで踊る、もったいないじゃん、それは本番の楽しみ、イメージだけで、イメージ、あ、でも踊るところが、うん、そうそう、どんな感じかというと上半身だけでもできるじゃん、座っとだろう、うん、で、じゃあ、みんなの合唱が終わったところからのパートからいこうかな。 で、ほのか一人になりましたところから、じゃあほのかのとこ歌歌ってな、はい、ほのかちゃんいきます、はい、家やってくる、で合唱が、2世の合唱が終わって、ほのかが別の街で暮らしていた、それぞれ
行くぜ。まずはドラムソロの後はヘビメタ、はい、ーってヘビメタがあって、で急に、クラシックのカノンカノンがあって、そこはもうお前らもエレガントなんだよ。ただいまの演奏は宮島幸男さん、サックス林美也さんでお届けいたしました。で最後はファンキーなめっちゃダンスミュージックに変えてるの、後で聴かせてあげる、はい、めっちゃかっこいい。そこはみんなで盛り上がってでこのディナとかはもう前前列にいるからマイク自分で持って、はい、で最後の明日はきっとやってくる。でドラムが終わった後、そうアカペラがあるわけだよ。アカペラ、おお、これ必見な。はい、ここ今みなみがいないからできません。できません。でアズが舞台上に上がってみなみとアカペラに参加して上に上がりましたからいきます。最初もう明るい場で、ラダナは昨日のパターンでもう一回練習速度中心。はい、今年の子ども地球サミットのテーマです。別々の道を歩く。
ても帰る場所が違っても二人を包むオレンジ色の空はたった一つしかない。太陽が西へと帰るように私はあなたの腕の中で静かに眠る。夜が下を隠しても太陽が目覚めるとき私の中に新しい何かが生まれ始めてゆく。明日はきっとやってくる。来週じゃなくて次回は次回はまず
ほのかの月曜日になるんですかね。月曜日はね、ほのかの明日はきっとやってくるもだ、ね、なしですか。ありますね。で、ね、広報番組の再放送はもう前夜祭だね、木曜日だから。はい、金曜日見よっかな。金土で日曜日はユーストリームの中継で、明日にねユーストリームの方に広告バナー広告を送ることになっています。はいはいはい。まあとりあえず来週だね、頑張ろうね。で楽しい打ち上げして、まだ夏休みいっぱいあるかな。まずこれで一回一段落したいな、ガーンって打ち上げしたいな、ね、おおしたい、はい、でははい、ではちょっとそしてうちらは明日コンクールなのです。本当なのです。今日はですね、8時から3時半まで、8時から11時半まで学校で練習して、その後今度は文化会館で、はい、練習をしてきまして、本番と同じ場所で練習して、こっち行ってよみたいな。めっちゃ痛かった。あ、本当、うちらだって最後ら辺ずっとプーってやった。プーってね。はい、私たち金管なので、このマウスピースっていうのをブーってやるんですけど、はい、それはとっても口が痛くなるんです。はい、くらえるんじゃないので。よく考えたら、あれ、ほのからこれで引退、はい、まだ、いや、まだ若竹祭が、若竹祭をやってたんです。学校のやつ、はい、だから コンテストはこれで終わりだ。はい、最後です、だからそう、部長もめっちゃ力入ってて ね部長ってパーカッションの子、そうそうです。あ、すごかったね、うん、昨日、怒られた、違う、やべ、あ、うし、こんばんは、まあ、怒られたというか、やっぱり部長もすごいなんか、うん、気合入ってるから、うん、なんかみんなで頑張ってやりましょうよって言って、わかるわかる、精一杯の気持ち。伊藤さんラグビー部だったからさ、うん、そういうのめっちゃ熱いで、もうキャプテンはもうなんか泣きながら喋るようなやつで、最後の試合じゃねえか、みんないいかいいかって自分でブワーッで、みんなも泣くのよ、ブワーッて後輩とか、俺そうすごい恥ずかしくてじーっと見てて、なんで部長も泣いてたよ、部長も泣いてたよ、すごい恥ずかしい、俺それじーっと見てた。なんか3年生でみんなが気合を入るにはどうしたらいいかってなった時に、なんか掛け声を入れようってなったらしくて、でそう部長が言いながら泣いて、お前も泣くタイプ、うん、私だからそれでなんか泣いちゃって、空気が逆になんかちょっと進展になっちゃったから、ほのかにほらほのか言えよっ って、お前らなんか違う、じゃあほのかにちょっとこの空気立て直しなよって言ったけど、いや今す言うタイプ、言うタイミングじゃないでしょって3分ぐらいずっとシーンってなってる、シーンってなって、なんかそう、まあなんか青春ドラマだなそれが。あ、坂さん、まあ、コンクールも頑張ってね。ありがとうございます。ます頑張ります。明日はもう死ぬ気で。はい、本当死ぬ気で、ね。もしよろしければサミットもぜひとも来てください。本当です。はい、みんなで整理券を、はい、ゲットしに。ゲットして。ゲットですよ。ゲット。はい、ゲット。はい、じゃあ本番頑張ろうね、じゃあね。はい。リナはこれは多分これで終わり、再放送の時にはこれ流さずに前夜祭を。します。はい、ぜひ皆さんそれもご覧くださいませ。じゃあお疲れ様でした。じゃあ本番頑張ろうね。はい、はい、見に来てくださいね、待ってますよ。うわうわうわせーの、あずごめんごめん、俺がタイムアウト、せーの、あずみなバイビもうあなたのそば私がいい。